おはようございます。原沢です。朝です。8時前です。緊急事態です。はい、エースコンポ号使おうと思ったらですね、タイヤがパンクしている。はい、せがれが使おうと思って車出したら、はい、パンクしてるぜと、ちょっと走っちゃったからサイドウォールが跡がついちゃってますね。はい、これを外して車屋さんに持って行って直してもらおうと思います。外れんのかな。よし、これはどっちネジ？右ネジか左ネジっていうのか、緩むかね。おい、緩まねえんじゃねえか。おい、おい、緩んだ。単価持ってるダメか。はい、歌小屋の柵これは長えぜ。あら、楽勝。にるんって回るぜ。回ってる。はい、暑い。よかったよかった。緩んだ緩んだ。最初緩まないかと、どうしよっかな。スペアタイヤつけて車屋さんに持ってって、そこででっかいトルクレンチで締めてもらうか。とりあえず外してみましょう。だってスペアタイヤが使えるのかな降りるのかな錆びてっかいな。よし、よいしょ。さあ、原因究明。なんかある？いや、空気を入れてみようか。そうすればどこが漏れてるかわかるから。漏れるか。何キロ？とりあえず2キロぐらい入れてみようか。もっとだ。バルブも大丈夫。え、漏れてねえじゃん。何した？
どういうこった？ただの空気抜け？なんかどこもシューシュー言ってないけど。何よそれ。まあ、それでいいんならいいんだけど。何キロ入れるのかちょっと見てこよう。 GoPro ビデオストップ。今見てきたらフロント 5.75 なんすげえ怖いんだけど。とりあえず規定位置まで入れて、漏れてないじゃん。バルブも大丈夫。なんで？なんであなたは潰れたの？理由を言え。不可解。どっからも音がしない。確かにタイヤは新しくはないけれど、そんなに減ってもいないし、まだ山はいっぱいだし、スリップサインもここがまだスリップサインまで5ミリ以上ある。スタッドレスのスリップサインだろうから、これはひゃーん、わかりません。まあ、ただ戻すしかないな。それで様子見だね。また抜けるようならば。バルブ？バルブだって今全然音がしないけれど。うん。不可思議。戻そう。たまには分かんねえこともあるもんだ。なぜ今に昨日使う時に漏れるんだよね。これちょっと踏んじゃったから少し傷がついてる。わからんばい。わかりませんので、すいません。そんななんかしょぼい感じの動画になってしまいましたが、とりあえずは空気が漏れないということでトラックに戻します。でまた 2,3 日したら、またぺちゃんこになってたら今度は車屋に持っていこうと思います。終わり。やだな、逆にやだよ。